グリーンチャペルの牧師郡宮と申します今日のお話のテーマはこちら「もう一度チャンスを」です聖書はルカによる福音書13章6節から9節ですところで私は以前友人と一緒にイタリアに 旅行に行きました。その時行った町の名前はポンペイというところでした。こちらになります。そこを観光して歩いていると、周りに遺跡がありました。こちらがその写真です。何の遺跡かと言いますと、ずっと昔、今から2000年ほど前、 今は2021年ですがずっと昔79年に火山が大噴火を起こしそこにいた人々は突然のことで逃げ遅れてしまい一夜のうちに14万人の人々が亡くなってしまいました。 その倒れた人々の上に火山灰が降り注ぎ、そのまま遺跡になっているということでした。それを友人と二人で見ているときに、友人が質問してきました。ねえねえ、神様は本当に私たちを愛しているというのに、このように普通に生活していた何の罪もない人たちが、 大噴火に巻き込まれて死んでしまうなんてどうしてなのかわいそう。怖い。何か悪いことをしたから罰が下ったということですかと。皆さんはどのように思われますか皆さんだったらどのように答えますかではまず聖書を読んでみたいと思います。ルカ13章節節から9節 手話動画でどうぞそしてイエスは次の例えを話されたある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき実を探しに来たが見つからなかったそこで園庭に行った もう三年もの間、この一軸の木に実を探しに来ているのに、見つけたためしがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って、肥やしをやってみます。 そうすれば来年は実がなるかもしれませんもしそれでもダメなら切り倒してください今手話で聖書をお読みしましたここをもっとわかりやすくするためにこのお話の背景について説明したいと思います 今お読みした少し前のところ、13章1節から5節を短くまとめてお話ししたいと思います。どのような内容かというと、2つのことが書かれています。ある人たちがイエス様に報告をしました。2つのことです。そのうちの1つ目は、 ローマの総督ピラトという人がいました。ユダヤ人は生贄を捧げるのですが、その捧げ物について、ローマの総督ピラトがガリラヤ人たちを虐殺し、そのガリラヤ人の血を彼らの捧げる生贄と混ぜてしまったという報告。 二つ目はシロアムという塔が倒れて多くの被害があり18人が亡くなってしまったというものでしたイエス様にこのような報告をした彼らの考え方の中には亡くなった人たちが何か悪いことをしたから神から罰が下ったのでしょう という意味がありましたこのようなことを聞くとユダヤ人たちは「何か悪いことが起こって死者が出たりするとあ彼らは悪い行いをしたから罰が下って殺されてしまったのだ死んでしまったのだ塔が倒れてしまったのだ」という思考を持っていたのです。 なぜそのような考え方をするのかというと、旧約聖書の時代からずっと、神様の立法を守り従う人たちは祝福され、神を信じない反抗的な人たちは、裁きを、災いを、呪いを受けるという思考が繰り返し、 あったためでした。ですから今回のことも、亡くなった人たちは何か悪事を行ったから神の罰が下ったのだろうと思ったのです。日本で言うと罰が当たると使いますよね。実際はそうではありません。クリスチャンの場合どうでしょう。良いことをしたから褒められ祝福され、悪いことをしたら災いが下るという考え方。ないですか これに対してイエス様ははっきりとそうではないと語られています。それは違いますと。私たちもついそのように考えてしまうことがあります。反省し悔い改めることがなければ滅びてしまう。 が悪いことをしたから罰が下りなくなるんだというのではなくここをもっと分かりやすい例えのお話ヨハネの9章の中にあるのでご紹介したいと思いますイエス様に弟子たちが質問をしたところです盲人が座っていたのを見てイエス様彼はどうして盲人なのでしょう 彼が罪を犯したから罰が下り盲目になったのでしょうかそれとも親が悪いことをしたので神の罰が下り彼は盲目になったのでしょうかという質問をしたことが書かれていますそれに対してイエス様はそうではありません彼が盲目なのはなぜか彼自身が悪いことをしたからそれとも両親が悪いことをしたから罰が下ったのか そうではなく、はっきりと違うと答えられました。彼が盲目なのはなぜか、それは神の技が彼を通して現れるためだと語られたのです。ここで語られている大切なことは何か。悪いことをしたから裁かれ、良いことをしたら祝福という考えで物事を見るのではなく、自分自身の中に間違い、 誤りがあると気づいたときそれを反省し悔い改めることが大切だということです悔い改めるという言葉写真がありますねこのサイン見たことがありますか車を運転する方はこのサインを見たらあれなんだろう 関係ないや自分はまっすぐに進むとどうなるでしょう。この先道がありません。行き止まり。これ以上進めないということになりますよね。戻りなさいというサインが出ているのに、それを無視して進むとどうなるのでしょう。危険ですよね。ある人が、 山道を車で走っていると、大雨が降ってきました。ワイパーを使ってさらに山道を登っていると、前方にこの大雨の中手を振っている人がいました。全身ずぶ濡れです。車を運転していた人は何か関わりたくないなと思い、彼を避けて進もうとすると、その人もやってきて、止まれ止まれという合図をします。 全身つぶぬれです。やっぱり関わりたくないと思い、接種を無視して反対に行こうとすると、その人もまたやってきて、一生懸命車を止めようとしてきます。止まれ、止まれ、と。仕方なく彼は車を止め、一体何なんですか、と聞くと、実は大雨のために土砂崩れが起こり、この先は、 崖ででで道がないいいんすす。とと忠告しててくれていたというのですもし彼が忠告してくれなかったらもし彼を無視して進んでいたら激しい雨とワイパーで前が見えないまま崖に落ちて命をなくしていたことでしょうでも車を止めようと一生懸命に手を振り無視されてもめげずに止めてくれたおかげで無事だったのです標識を無視してはいけないということですよね悔い改め。 本当の意味は何でしょう私は今まで悪いことをしてきたから反省しようという意味ではなく本来はもともと生きるべき場所があったそれなのに外れてしまっているだから方向を転換して元に帰るという意味があります。 方向転換。元いた場所から外れてしまったため危ない。外れてます。だから方向転換してもう一回戻るということです。神様は私たちを愛してくださっています。本当に愛してとてもとても大切な存在として見てくださっています。それなのに私たちは 神様なんてと自分の好きな道好きな方向に行くと言っていたものでも神様は元に戻りなさい方向転換して神様の愛の中に戻りなさいと言われるのですこれまでの考え方を変える悔い改める悔い改めの本当の意味は自分は間違っていたと考えを改める 神に背を向けていた体の向きを変える背を向けていた方向を転換し180度方向転換して神様との関係に戻る神様につながるこれが本当の悔い改めということですイエス様が 語られたたとえ話六節6から7節のところイエス様はこのようなたとえを話されましたある人がぶどう園に一軸の木を植えておきました実がなっているだろうと見に行くと 何もなっていませんでしたそこでブドウ園の園庭を呼んで「私は3年間ここに何度もやってきて実がなるのを楽しみにしてきたのに何もなっていないじゃないかもう意味がないからこの木は切り倒してしまった方がいい」というお話です。 ブドウ園の中に一軸の木を植えました周りはぶどうの木でも一本だけ一軸の木昔から一軸というのはイスラエルの国にたくさん植えられていました一軸がなぜそのぶどう園の中に植えられていたのかというと ぶどうの枝が一軸の木に伸びて枝張りがスムーズになるためプラス一軸の実もなるという楽しみもでき一石二鳥で良いと思われたからですですが1年経っても2年経っても3年経っても実がならなかったのです これは神様が私たち人間が神様のもとに帰ってくることを楽しみにしているということを例えたお話です。一軸の木は脇役、ぶどうの木が主役、脇役と主役というお話ではなくどちらも。 すべての人が神様のもとに帰ることを待っておられる。皆が神様の愛につながること。でも人が反抗し神様から離れてしまっているんですが、そんなものをもう神様は戻ってきなさい。私につながりなさい。戻ってくることを待っているというお話なのです。ところが、楽しみに待っていたのに、 身がならない。がっかりです。主人は怒っています。もう意味がないから切り倒してしまっていい。し仕方がないですよね。皆さんも使えなくなったものはそのまま保管せず意味がないと捨てますよね。当然です。捨てていいんです。普通だったらこれでお話は終わりです。と思うでしょ ところが続きがあるんです普通だったら切ります実がない意味がない捨てましょうですでもそうなると神様から離れてしまって実がない人もはい切りましょう捨てましょうということになってしまいますよね ところがイエス様はそうはなさらないんです続きがありますありがたいことにイエス様がこの続きを話してくださっていますそれは八節から九節のところですご主人様 もう少し今年一年このまま待ってください改めてこの木の周りを掘って肥やしをやってみますそうすれば来年は実がなるかもいやなります もしそれでもダメだったら切って捨てて構わないでしょうどうか待ってください待ってくださいと止めたのはイエス様です神様と私たちは愛によってつながっています神様は話さないのですが私たちが反抗して無視して自分の道を行こうと離れてしまうのです でも、それをもう一度つなげるためにイエス様は取りなしてくださる。待ってください。どうか、もう少し、待ってくださいと。私がお世話をして、もう一度、周りに肥料をやって、お世話を一生懸命にしますので、 どうかお願いしますと管理していた園庭とは誰のことかもう皆さんお分かりの通りイエス様のことですお世話をしてたけれどもう捨てる神様に捨てられて終わりではなく待ってください私が神様のもとに戻るように 一生懸命お世話します。神様もう少し待ってくださいと。そして神様も忍耐強く、愛深く、憐れみ深いお方なのです。待ってくださっています。この待ってくださっている間に、イエス様と私たちは一緒に懸命に、道から、 外れてしまった人たちの人生が神様の愛につながり戻るように共に働き共に愛によって進むようにと導かれているのですもっともっと愛の手を懸命に差し伸ばしていきましょうとイエス様は言われています 私たちが途中で倒れてしまわないように最後までイエス様は世話してくださいます取りなしてくださるお方です自分には欠点がある足りないところがあるもうダメだと思っている人がいるかもしれませんでも神様は見捨てることのないお方です 戻るるまでで待ってくださるお方です長く忍耐してくださる、家様が取りなしてくださる、あなたのために十字架に代わりにかかってくださるほどの愛、自分の身を犠牲にして捧げ、皆を救い、導くことを願っておられるお方なのです。 もう一度チャンスをこのようにイエス様は私たちをもう終わりではなく一度きりのチャンスをあげましたというのでもありません一度きりのチャンスではありませんもう一度チャンスをくださるお方ですもう一度チャンスをくださるお方 本当に忍耐深いお方待ってくださっています新しいチャンスイエス様が力を与え懸命に助け支えてくださると言っておられるのですだからそのチャンスを自分はダメだと言って終わらせないで 新しい人生に変えることができる人生はもうダメではなくもう一度チャンスがある大きく変えられる人生家様が助けてくださる人生があるこれは約束です皆さん考え方を変えて悔い改めてください もう一度チャンスを与えられるという福音この福音を受け取って人生がや,やり直せることを信じて神様の愛のうちに歩んでいきたいと思います旧約聖書の中に ヨナ書がありますヨナのお話を少ししたいと思いますヨナという人彼は預言者でしたある時神様から敵国であるニネベという国に行って 神様があなた方の悪を悔い改めるように言っていると、神様の言葉を伝えなさいと語られました。ヨナは、え自分たちユダヤ人を責めていたニネベ、敵国に行って神様の言葉を伝えるそれは嫌だな。神様の言葉に、 うん、従えないニネベトは反対方向の船に乗って別の場所へ行こうと言って逃げました船が進んでいく中で大嵐が起こり「嵐が起こった原因は誰だ?」とくじを引くとヨナに当たりました ヨナはそうです。自分のせいです。どうぞ自分を海に投げ落として構いません。と言ったので、その通りヨナは海に投げ込まれてしまいます。そのまま海に飲まれて終わりかと思ったら、神様のご計画により大きな魚が現れヨナを飲み込んでしまいます。ヨナは魚の腹の中で3日、三晩苦しみました。そして、悔い改めて祈っていると。 神様はヨナを魚から吐き出させました。そして彼はニレベの町へ行き、神の言葉を伝えたのです。すると奇跡が起こりました。ニレベの町はひどい罪を犯した者たちだったのに、彼らは悔い改めたのです。しかもニレベの王様まで悔い改めたのです。 神様はそのニネベを滅ぼし、災いを下すことをやめ、許しを与えられました。するとヨナはプンプンと憤慨します。神様に滅ぼされたらよかったのにと思っていたからです。憤慨し、でもあがっているヨナに神様は、一本のトウゴマの木を生えさせました。 日陰が作ると、ヨナは喜びました。しかし、暑さのため枯れてしまうと、またヨナは不機嫌になってしまいます。そんなヨナに神様は、ここにいる十二万もの人が救われたというのに、あなたは、一本のとうごが枯れたことで怒ってるんですか枯れたことを悔やむのはどうしてですか十二万もの人たちと比べて、どちらが、 大切なのででしょううかというお話です神様は本当に皆さんを愛しておられます。一人も滅びることを望んでおられません。すべての人が救われて永遠の命を得るようにと願っておられるのです。 聖書の中のペテロの手紙第二三章九節ある人たちは遅いと考えているようですが主は約束の実現を遅らせておられるのではありませんそうではなく一人も滅びないで 皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。と、本当に神様は待っておられます。もう、だめ、終わり、と言って排除することなく、来なさい、方向転換して帰ってきなさい、戻ってきて神様の愛のうちに歩みなさいと、 戻ってきてほしいと願っておられます本当に神様は忍耐深いお方であること感謝いたしますまたマタイ九章十三節にはこのようにありますイエス様が私が来たのは正しい人を招くためではなく 罪人を招くためであるとこのようにイエス様はすべての人を愛しておられますすべての人が救われるようにすべての人を覆いすべてを許し すべての人が信じて、神様との関係が回復し、愛のうちに帰ることができるように取りなし祈ってくださっています。私たちも神様の愛から離れて自分勝手に歩んでいるならば、悔い改めて 立ち返ることができます。神様は待っておられるということを覚えて、イエス様の愛を受け入れて、一緒に、イエス様と一緒に、導かれて歩んでいくものとなりたいと思います。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな祝福がありますように、この御言葉を 心に留めて、信じて、歩んでください。最後にお祈りいたします。愛する天の父なる神様皆を褒めたたえます。心から感謝いたします。神様は本当に私たちを愛してくださっておられます。それなのに私たちは神様の思いを知っているのに、 自分の道を行こうとすることがあります。どうか神様、私が道から外れてしまっても、戻れるために、神のもとに戻れるために、イエス様が来てくださったと、今日、例え話をわかりやすく教えてくださいました。 見言葉を通して私たちは自分はダメだなと思ってしまうことがあっても神様は見捨てない忍耐をもって私たちを愛し受け入れてくださっているということを覚え感謝します神様あなたの愛の中に戻り人生が 回復できることを感謝いたします私たちの生活のこれからの道も守り導いてください。イエス様本当にありがとうございます。懸命に私たちのために今日も取りなしをしてくださっていることを覚え感謝いたします。 どうぞ私たち一人一人の道を守り、イエス様の愛のうちに生きるものと喜びに満ちる人生が歩めるようにと一人一人を祝福してください。心から感謝します。神様の恵みのうちに歩むものとして導いてください。感謝し、 主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。